私と母は血がつながっていない。仲が良く、実の親子じゃないことも気にしたことはないのだが、私の乙女が、そのことをネチネチと言う。今日もアポなしで来て、母の顔を見るなり。他人は出て行ってくださる？ただでさえ、格下の家からもらった嫁だってのに、他人までついてくるなんて。この子は嫁にもらったんだから、介護なんて当てにしないでくださいよ。だって、母は大爆笑して、乙女さんだって、義実家の血は、一滴も入ってない他人でしょうに。格下格上とおっしゃいますけど、それは何が基準？老後のことも、施設は予約済みですわ。ま、現役で働けるうちは働きますけどね。その後も、間髪入れずに言い返され続け、乙女はさっさと退散。親子ほど年の違う父の、5歳に入り、超農家能だった一家を、3年足らずで制圧した母に、なんで勝てると思った、乙女。母を褒めてくれてありがとう。今は、乙女を招き入れた挙句自分は逃げた、旦那の帰りを待ってます。背中が怖いよ、母ちゃん。乙女は、自分の子供を持ったことないくせに、田舎の農家のくせに、母親がそんなんだから、子供のしつけがなってない、と藤子ってましたが、乙女さんだって農家の出身でしょう。母親を放置してパチンコに行く息子はどうなの？自分の育てた子供は人様に誇れる子供なんですね。旦那の兄は引きこもりでニート。乙女は母とこの義兄をくっつけようとしたことがある。うちのことは関係ないでしょう。口を出さないでよ。って叫んで乙女は帰っていった。詳細は覚えてないし、教えてくれないんだけど、働かざる者食うべからず、手を出さないなら口も出すな、を徹底したと聞いた。田舎のでっかい家に、離れあり、曽祖父母、祖父母、父兄夫婦、父弟夫婦、プラス、子に、父と私たち兄弟3人で生活してたんだけど、3年後には、曽祖母と私ら家族だけになってた。くだらない集まりや会食を、ことごとく撤廃したので、親戚からは感謝されまくってる。旦那は、パチから、そのまんま義実家に行ってしもうたよ。ママン送って行って、きつく締めとくから。と電話で言うものの、母を怖がってるのは見え見え。旦那、浮気の執行猶予期間なのを忘れてやがる。私が少しノイローゼ気味だったので、母は、心配して様子を見に来たのです。離婚したいです、と、母に頭を下げたら、そうね、その方が良さそうね、と母もあっさりと、明日の朝、母と二人で帰ります。